はい、まずスタートですね。勢いよく9番の堀内選手が前取りですね。堀内選手が取った、次を、5番の、吉岡選手なんですよね。はい、前段が関東勢ですね。そして中段にこうなってくると2番の島川選手、吉岡選手、蓮井選手のラインが中段ですね。最後方に4番の竹澤選手、そして1番の坂上選手、谷田選手とこういった隊列になりましたね。はい、こうなってくるともう島川選手がね、4番の竹澤選手が先頭に出た時に一気に行ったところを行くというような展開になる、これは想定なので、まあ、前で待っている堀内選手は、その流れを見て、どこで、展開を ね中段で一回粘るのか、そうですよね、叩かせるか、その突っ張り気味に行くのかとかね、はい、そうですね、まあ、そこね、考えなければいけないですよね、このメンバーだと。後ろから4番の竹澤選手、抑えに行くと思うんですけども、やはりここは一番前まですんなりと出てしまうのか、中段で島川選手を蓋して、少しレースを乱すのかというところなんですけども ね、昨日も結構竹澤選手いろいろ、ね、考えた動きはしてたみたいね、そうですよね、してたので、今日は坂上選手と、谷田選手ついてますから、ここは何としてでもちょっと頑張りたいところだと思うんですよね。ただ島川選手相手なので、すんなりとしたレースではちょっと厳しいのかなというところですよね。そうね、だから単調にしてしまうとどんどんっていって、抑えていられたところドカンと行かれてたから、はい、それだとね、ちょっとね、そうですよね、一番後ろになってしまう可能性も高くなってきてしまうので、はい、さあここでね、残り2周前のところから上昇していって島川選手を抑えるんですよね。早めに行ったもんね、これね、はい、早めに行って蓋をして島川選手の動向を塞ぎ込むというところなんですけども、まあ、下がってくれたら下がってくれたでと思ったんだろうね。はい、そうですね、もう堀内選手は誘導員から、ここね、誘導員から車間を開けて、ここもうまかったですよね、抑え込んで島川選手を内側に詰めてってところなんですけども、まあ、ここで1回打賞で4番の竹澤選手がスパートしたときに、ここで番手で1回ね、堀内選手が粘ったところがここは良かったですよね。そう、これ粘ったんで、はい、ただね、あっさりなんか下がった、あっさり、そうです、引いてしまったのが少し残念なところなんですけども、粘った意味がないなという、そうですね、まあ、こう3番手も、裁かれる形にはなっているんですけど、そこを尻目に2番の島川選手が行ったんですけど、ここをすんなりと下り坂で離れてしまうこの吉岡選手、ちょっとね、厳しかったですよ ね、 ちょっとね、よっぽど島川のかかりが良かったんだろう、ね、そうですね、加速力が良かったのかもしれませんね。でここは坂上選手が抜きに行くんですけども、この竹澤選手の粘りがまた素晴らしいですよね。よく粘ったなというね、はい、はい、2番、まあ、4番、1番という形になったんですけども、島川の強さと、ね、そうですね、竹澤の粘りが目立ったレースですけども、はい、その分ね、坂上のなんかねと吉岡の、そうですね、ちょっとね、バンテージングがね、なんともならないのかみたいな雰囲気がね、そうですね、少しありましたね、あったね、はい、